今日は開けました。暑かったのでね。今日は暑い。こんばんは。パジャマじゃない、これ私服よ。かわいい私服。こんばんは。こんばんは。これラメラメつけたら見えるのかな。見えない。まあ見えませんでした。おでこ出しです。私真ん中でセンター分けするよりもちょっと多めにこう取って分ける方が似合うんですよ。だから真ん中よりもね、ちょっとこの斜めでね、そう分ける方が似合う。近づいたら分かるかも。ちょっと最近のお姉ちゃん、そうなの。ラブレターだ。ラブレターの日やけん。ニコニコマークさん、尊い、ありがとう。まぼろしさん、ハートありがとう。ふくちゃん、かわいい、ありがとう。ダーさん、ラブレター、ありがとう。エイトさん、口紅、見て。ありがとう。あとラガンさん、口紅リップもありがとう。キスマーク、キスの日やけんかな。ミンミンさん、キスマークのありがとう。ラブレターの日でもあるし、キスの日らしいよ。あ、指ハートもあるじゃん。なんで？新しいやつ？これ。ひんやさん、指ハート、ありがとう。あ、ゼータさん、ありがとう。恋してカップさん、ありがとう。ミミニさん、キスマークありがとう。ふくちゃん、キスマークありがとう。そう、お姉ちゃんもデコ出ししてて、私は、私、お姉ちゃんがする、お姉ちゃん、ん？お姉ちゃんのも見て可愛いなって思ったんだけど、デコ出しは前から結構したい人なんですよ。好きな人、結構デコ出しするの好きなんですよ。なんか配信とかでね、ちょろっとやってて。ちょっと前だけど分かりにくいかな。そう、今日キスの日とラブレターの日なの。今日すごいハートの一日。日本で初めてキスシーンを撮影した映画。あ、そういうことなの。今日はそういう日なのですね。そういう映画から。すごい、ショールームのにも反映されるぐらいギフトとかで有名な日なのか。現場監督さん、キスマークありがとう。おでこちゃん、おでこちゃん、6月13の四国公演申し込んで、お、待ってます。顔めっちゃ可愛いですね。ありがとうございます。さあや、前髪切った。あ、なんかさっきルームには入れなかったけど、配信をする前にやんちゃん配信してると思ってポンって見たんですよ。そしたら前髪がパッツンになっとると思って、私気づいたよ。さっき一瞬恋文見てラブレター。あ、なるほどね。キスの日。まっすぐね、なんか結構眉毛のところで可愛かった。切ったんだなと思って。そう、可愛いおき。
のキスの天ぷらを好き、大好き大好きだよ。こまこまパツンになってるよね。お前はね、私したことないんですよ。似合うか分かんないからやったことない。赤ちゃんの頃もパッツンなの。私生まれたからずっとパッツンでいるから、なんかパッツン以外が似合うのか分かんない。今おでこ出しはしてるけど、うん、見てくる？見てくる？お、そう、デコ出すとね、タッツンの時の顔よりは大人っぽくなるの。そうなのよ。一度お願いします。本当見てみたいですか？逆に髪の毛が変わるの、イメージが大きく変わる場合、ST が届け、え、どうなんだろう。っていうか、じゃあ例えば前髪パッツンから分け前髪になるのはどうなんでしょうかね。どういう、とかいるのかね。どうなんだろうね。髪をボブとかにするのは言われちゃうと思うけど、ワンレンにする場合はどうなのかわかんないな。髪型いいね。ハンター、両方好きでいてくれる。前髪もウィサさんデコ出しごめんね。あ、そうなんだ。切らずに変える程度。そうだね。推しぶどうを見てきたけど泣きました。泣けるよね。もうあれはみんな見た方がいいよ話しかやけさ、26日までですよありがとうございます。かわいい、なんか大人っぽい。そう、前髪分けるとちょっといつものイメージよりは大人っぽくなるんですよ。実はね、今日そう、桃色で可愛いでしょ。全身桃色。まあこの前髪もメイクもさっきしたんですけど配信のためにしたんですけど、そう、むちゃん好きになるのに許可は必要。うん、いつでも好きになって。配信のためだよこれ。腕どうなってんの？サーモンピンクパンね、うん、皆さんもぜひ見てみてほしい。スケモンさん、バラありがとう。 TM マンさん、投げキスありがとう。投げキスじゃないの、キスマークありがとう。コモモさん、今日も好きです、ありがとう。あと5日で毎日配信888日。888日ってなんかさ、記念日みたいになるのかな。記念日っていうか、なんかなるのかな。900でなるのかな。洋服はお店とネットどっちで買う方がいい？ネットかな。100日ごとあります、ありがとう。じゃあ900になるのか。ファンの気持ちってなんとなくわかる。いや、お仕事、いやね、
干しぶどう見なくても結構わかるよ。みんなが大事に思ってくれたりするところはもうすでにわかってるので見たら余計より感じるよね。メール来た？周年記念ありがとう、教えてくれて。ママが好き、ママが好き。こんばんは。うん、ここでメッセージ伝えてくれてる。メール返信とかでも待ってます。ママが好き、ママが好き。ぐるぐるバントお見事でした、ありがとう。お見事でしょ。そうなんですよ。今日もかわいいよ、ありがとう。こんばんは、こんばんは。バットは持ち歩いてないよないよ、さすがに。いつか公園でも猫出しがしたい姉ちゃんもそう前髪開けてて、私も開けたの。ぐるぐらそう、ぐるぐら楽しみですあんた喜んでくれる？うん、の好きな髪なんやろ。あ、普通にあの髪、あの企画かやります。足も怪しい、運動能力とか。本当運動好きなんよね。でも最近運動できてないから、昨日めっちゃ踊ったらヘトヘトになっちゃったけど。27のサイン会仕事なので見れません。あら、27日のサインメッセージ言うね。あれ、そう、今日写真も届いたからサインをカキカキします。筋肉痛にね、こっちだけちょっとだけなった。羊せ、え、違うんだ、羊ヘア良かったですか？ジムとか行くの行ってないね。一回も行ったことないかも、人生で。週何回ぐらい休みしてる？その時におります。ほんともう6周年が近い時とかはずっとやってるし、その時で。今日めちゃめちゃ可愛い、ありがとう。足じゃなくて手だった、自分の頭。もう成人写真じわってる可愛いでしょ。そうね、サインもだんだん届き始めてる感じかな。前髪開けたら大人っぽい。
でしょ。おでこかわいい、嬉しい。ムキムキおもちゃんちょっと見て、本当？ガラガンさんキスマークありがとう。ウタさんスズラありがとう。TM マンさんキスマークありがとう。スケモンさんバラありがとう。うん、書いてもそうね、2ヶ月さぐらいかな。届くまで実際そうね。今頃届いたんかーって思うこと多い。パネルちょっと大人っぽかったね。腹筋は買っとかないと。女の子のお腹ってさ、みんなさ、女の子のお腹ってさ、あの腹筋割れてるのと割れてないのどっちが好きなの？え？割れてない方。そう、それぞれ私もね両方好きなんですよ。どっちも好きだけど、男の人はどうなのかなっていうちょっと疑問。今頃もーちゃんの早ツイートが表示されてるの、なんで？なんで今もーかは全く割れてないですよ、腹筋。縦線ぐらい、確かにそうだよね。人による。ほーちゃんの中が好き。見たことないでしょ。程よい、確かにね。ちょっとなんか程よいぐらいがいいの、ほんと間ぐらいが。お腹見せてくれるの嫌だよ。嫌だよ。ケツ取らないよ。取らない、嫌ですね。あ、そうね、お姉ちゃんは確かに、確かに確かに似合う。そのあれよね、ちょっと身長が高いっぽい人とかは似合うしみたいな。見せてくれるの？見せないですよ。やだ、コメント欄がみんななんかママに見られてても知らないよ。知らんからね。パパとママが見とったらどうするん？まあ、見てないと思うけど。今頃メモられてるかもしれない。そう、ブラックヒストリーしてるかもしれない。恋してカップさん、キスマークありがとう。トシさん、キスマークありがとう。シイタキさん、キスマークありがとう。そう、要注意。この人は注意や。
父さんは頑張って腹筋割ってます。腹筋割れてる気がします。しかも頑張ってますドキドキ見たいもの見たくないと言われ、確かに見たくないとか言われたらもうかも、ちょっとん悲しいってなるけど、見たいとも言われてもなんかなんか両方気まずい。ちょっと知ってる噂、そうそうそう、見てほしいの違う見てほしくない、 NG とかじゃないけど、別にそういう服を着る機会がないから。大人っぽいは嬉しい。うん、全然何でも嬉しいよ。なんかが写真集出せるほど人気になれたらその時のお楽しみですね。トイプ？トイプ？犬の？好きよ。今日も可愛い。ありがとう。プライベートは一個も水着持ってないよあ、トイプーの衣装？こんばんは。プール行かないの？行きたいなとも思うけど、行っても焼けるしみたいな泳げない。室内プールでも行く人いないから深プールなんですね。そう、 LINE みたいな感じでしょ。日焼けは怖い。そう、痛いんよ肌が。こんばんは、こんばんは。おでこ出してしょ。うん、さっきおでこ出したのはさっきだよ。今日はね、うどんじゃないわ、ラーメンのストックはないからね、食べないかな。まあゆず塩ラーメンはあるけどねで、冷凍の好きって言いに来たよ。お、ワンちゃん食べる。まあ食べることはないね。
渋谷に行ったことありますか？フェスとかで、お仕事でな行ったことあるかな。昨日は食べたよ。昨日食べたからな、今日は我慢する。えらい。でも聞いてほしいの。昨日の 夜中に体重測って、朝起きて体重測ったら 1.6 キロ減ってたの。うん、食べたの。そう、チキンラーメンがどこに行ったのかわかんないんですけど、一晩で 1.6 キロ減って、でもいつもそうなの。なんか食べて寝たら減って、また食べて戻すみたいな。そう、なんかめっちゃなんか減るんですよ。寝ると消化すると。チキンラーメンは運動して本当に寝て起きたらって感じ。今からチキンラーメン買いに行ってくる。本当？その能力分けてほしい。寝るのにカロリーを使ってる。めっちゃ、お、ラブレターの人教えてもらって、コモが好き、ありがとう。寝ながら暴れてる。そう、運動してる。いつの間にか、いつの間にか運動。美味しかった。寝ながらダンス、そうかもしれない。なんかでも食べたら30分後ぐらいにお腹がギュルギュル言い出して、なんかお腹減ってないのにめっちゃお腹空いてる人みたいになるぐらいお腹ギュルギュル言い出す、ね、一晩で8から10キロすごいね。隣に寝てたら叩かれちゃう。違うもん、そんな叩かんないよもう。あ、ペダルとかずっと昨日のチキンラーメンはあの100円ショップに売ってるさ、その別にお湯を入れなくても食べれるチキンラーメンあるじゃん。あの3つちっちゃいのがさ、四角く入ってるやつあるじゃん。小分けになって、そう、マグカップに入るやつ、あれを1個食べようと思ったんよ。そしたらなんかお腹空いちゃって3個食べてた。あ、ベビースターみたいなのも、そんなお菓子感覚でも食べれるし、お湯入れてラーメンでもできるよみたいな。美味しいよねあれ。てかあれはあれ全部食べて1人前ぐらいなのか。でも少ないから全部1個1個が。そう、そのままかぶりつけるやつです。でも100円。そう、100円だよあれ。安いよ。美味しい。写真は1個分よあれ。あれ何回か食べてるだけだから。卵ポット？ポテト？じゃあそれは。替え玉2回。ちっちゃいやつだからさ、もうこんなんじゃん。ほら、こんなん。
でこ出さん方がいいよ、もか好きだからいいな。そう、チキンラーメンの、あ、中央のくぼみか、あれない、ちっちゃいのにはないね、もう多分もういっぱいいっぱいになっちゃうから、卵入れても。小さいチキンラーメンそのまま食べた、あ、お菓子みたいに、あそこにね乗せられるのか。チキンラーメンの大きいのよりもいつもちっちゃいのばっか買っちゃうんだよね。そう、ミニサイズだと卵受け止めれない気がする。フルで食べたらこれぐらい食べれるから、いや、ももか一気には食べれないの、食べ物。小説かわいいです、ありがとうございます。私もちゃん大好物、ありがとう。もうかなんか一気に食べられなくて、一気に食べられなくて、でも2時間後にはお腹空くみたいな、そういう体質なのよ。すごいめんどくさい体質やなって思われちゃうかもしれないけど、なんか一人前以上は食べれない。一人前食べたらお腹いっぱいになって、で2時間後経ったらまたお腹空いたって言い始めるみたいな、そんな子です。消化は早いとかあるのかな、人の体によってさ消化が早いとかあるのかな。今日もこれ買ってきたよね、そういえば、マックの枝豆コーン。枝豆スイートコーン、ビュッフェ向き、そう、食べ放題とか向いてないタイプ。これ食べたことある人いますか？私食べたことないの。ハッピーセットじゃないよ、これは枝豆コーン。初めて買っちゃったんだよね。でもなんかお塩を持ってくる来た方が多分いい気がする。私も初見なの、これだけ買った、これとジュースだけ買った。単品で売ってた。おいくら？これ250円ぐらいかな。うん、枝豆とコーン、チーズバーガーは買ってない。そうだ、今ハロペコウムシだ。そうだ、私も見たの。めっちゃ今のハッピーセット可愛らしい。私も見た、スマイルください。マックの店員さんしたらほんまにスマイルくださいって言われるんかな。美味しいんかな。言ってる友達いた？あ、されるの？行ったことあるの？やってくれる？バイトしたことあるけど一度もやらなかったよ。あれ？女の子が言われるのかな。大体多分スマイルくださいっていう人って多分大体男性の方じゃん。スマイルめっちゃってたらサンクエイグ。え、そう。めっちゃ優しい。そうなんだ。私はまだ行ったことないな。こんばんは、こんばんは。
ないの言われてたの？すごい。罰ゲームで言わされたの？お話し会でスマイルください。私の場合なんかずっと笑顔な気がするけど、基本子供スマイルは無料は持ってない。全然、もしバイトすることがあるのならもうニコニコしますよ。バイト経験ないからね、いつともなんか。こんばんは、こんばんは。僕が欲しいさ。その場で倒れるし。びっくりした。ナレットとスマイルください。いいじゃん。今日の前髪だけ、正確スクショタイム、オッケー。何のポーズがいい、みんな。おちゃんのスマイルが気にする。全然そんな。そんな。何がいいかな。こも。スクショタイム。お話し会は横出ししても別に大丈夫なんですけどね。ムカはなんとおでこのほくろちゃんとさよならをしましたので、まだシールを貼ってる状態だから、ちょっとしばらく時間はかかるかも。バイバイしました。だからまだテープ貼らなきゃいけなくて撮りました。でもこれはめちゃめちゃ相談して、マネージャーさんと相談して、で私の場合はもっと大きくなっちゃったら普通に健康的にも良くないし、そう、デコ出しもできないので、それでめちゃめちゃね話し合って許可をもらってバイバイしました。でもまだちょっと赤いのね。だから何ヶ月間というか、そう、メイクとかで隠してはね。今でもテープ貼ってるの、まだめっちゃ近くないと分かんないと思うんですけど、テープは気づかないレベルなんですけど、そう、ずっと、そうですね、公園でデコ出しする日もそのすっごい遠いとかはないと思います。そう、みんなもね、多分聞くのは聞いていいのかわからないみたいになってると思うので。森末さんの話を聞いて、私は何も知らないですね、ごめんなさい。もう普通に自分はずっともう本当に
何ヶ月、半年以上ぐらい前からマネージャーさんとそういう話をしてたので。そう、痛くないですね。無冠もかかってないよ。こんばんは、こんばんは。いいでしょ。たく。そう、桜花のそうヘアアレンジが増える日をもうちょっと待っててね。今はまだ。整形したの？もうかはしてないよ、一個も。たまにはマジックで書いてる。そんな愛着を持ってました？逆に。逆に。ツイッターでラブレター投稿を、じゃあ後で見ますね。お前？週3でお出かけ。週 3？でもまだあれなのよ、本当にまだね、その傷みたいな、傷ではないんですけど、そのレーザーで撮ったらすぐ綺麗になるってわけじゃないじゃないですか。だからまだね、まだね、テープっていうかね、あの絆創膏じゃないけど、そんなやつは貼らんといかん。ちょっとのいただけないんですよ。もらってないんです。愛着あった？わかる。でも思うかも、なんか別におでこの袋が嫌いとかなくて、全然別にこの子が嫌いとかではないけど、嫌いってなんか人みたいになっちゃった、嫌だったとかではないけど、そう、でもまあない方がいいかなみたいな感じで。今日は何時まで配信？どうやろうか。何時まで？もうちょっとやったらな。なるほど、そうなの。そうでしょ、いろんな髪型できるのはいいことでしょ。そう、健康的にもね、撮りたかったんですよ。あー、自然に見てたく、確かに私の一部だもんね。私の一部がなくなっちゃったよ。さよならしちゃった。あるのも好きだけど、ないのみ、ほんと？健康関係が、わかんないけど、なんか言いません？なんかそういう、わかるわ、いつの日か。人みたいに。あなたのそのものなんですよ。男の子にもね、からかわれたことあるかな、どうやったかな、どうやろうな。でも私基本前髪があるじゃないですか、だからあんま気づかれないことの方が多かったかも。あ、そう、悪性の場合が、そうだから一応ね。ふふ、が好き、が好き。そう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 、前髪気に入る、ほんと？パレードの時、そう、パレードの時前髪割れたの。前髪風で割れちゃったのよ。シュン。
もう悲しかった、後で見た時に前髪あんなに固めたのに割れとるやん思って。実は1年ぐらい気づきました。そう、多分初期の頃前髪重かったからより分かんなかったと思います。なんかね、デコ出しをしたくなかったっていうよりはなんか嫌い、一応嫌じゃったとかじゃなくて、みんなにそれはほくろなのってとか聞かれちゃうのがちょっと答えるのが難しかったから、今までデコ出しあんまりしてなかったんですけど みんなにっていうかたまに。のりももちゃんはまだ復活しないね。蚊に刺された後、そうなんよ、生まれ持って出てきたものじゃなくて蚊に刺されてできたおでこなんや、おでこのほくろなんよだからなんかあ、もうそれは取っちゃっていいかなって思った自分でも。前髪は出てても可愛かった？じゃあよかったわ。蚊は怖いですね。蚊は怖い。なんで、広島は全然蚊がいないの。高知はめっちゃ蚊がいるの。高知のこと好きだけど、蚊がいるっていうところだけはちょっと嫌だ。めっちゃ多いの、なんか蚊が。めっちゃいるの本当に。そう、なんとなく大きそう。どうやんなんやろ。でもなんか私が蚊に刺されやすい体質で、お祭りに行ったら足を10個ぐらい噛まれてるたりして、そう10個ぐらい噛まれて、なんか友達は3つぐらいやのに私だけ10個ぐらい噛まれて、なんか本当にそれで困ってたのね。私は痒すぎて、でも水が多いとかね、なんかでもお前ね、何、なんか用水路みたいなところの水を見たらなんかウニョウニョしてるのがいっぱいいて、なんかウニョ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 みたいなめっちゃ細いなんかやつがいて、あれが蚊の幼虫なんだって思ったんですよ。がそういう水が多いからめっちゃ蚊がいて、私の周り汗をかいてる人でもあんま汗かかないんですよ、そんなに。あ、ボウフラ、そうボウフラウニョウニョいっぱいしてて、ボウフラって言うんだね。もう本当に高知あんまりね。嘘だ、だってもうかめっちゃ噛まれとったもん。でも今は広島に来てから 2,3 個しか噛まれてない。どういうことだ。なんでやろう。田んぼとかが多いからかな。まあ田んぼし、メダカ入れてたらパニック。なんで食べちゃうの。そう、川が近くやんか。あー、いっぱいあった。なんか田んぼとか周りにいっぱい。てか
か広島来てからあんま田んぼを見ない。いやあるはあるけど、なんかもっとあった、高知にいた頃。なんかいっぱい稲があった。メダカ食べるんだ。そうなんだ。タワーに住むとかにはね、確かにね、住む日は来んけど。田んぼの真ん中にあった小学校、うん、あーまあ確かにね、広島ではあんまり小学校の時ほど外を歩いてないっていうのはあるけど、公園とかに行ってないからかな。ちょっと離れると広島も田んぼ、そうだよね。なんかいつもカエルの鳴き声聞こえる。おばあちゃん家の前が田んぼなんですけど、めっちゃゲロゲロ言っとる。であといつもいつもね、あの登下校の時歩いてた場所にいっぱい田んぼがあって、オタマジャクシを見るのが好きやった。地下駐車場めっちゃ変わってる。え、そうなん。広島やけど大学の近く田んぼだけ。じゃあその場所によるのか。あ、なんかコメントめっちゃ下に行っちゃった。あれ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 、タワーマン30階だと顔来れない高さやろ。っていうかタワーマンって上の方がお高いの？それすらも知らないぐらい遠い世界なんですけど、一緒なのかな全部。てか何階まであるのかな。あ、上に行くほどお高いな。そうなんだね、知らなかったよ。なんならももね、タワマンね見たことないの。いや、あるのにどれがタワマンなのかわからないの。うん、どれやってなるいつも。普通のビルやと思ってる多分。めっちゃあのなんか高級なビルが建っとるわぐらいに思ってるから。広島駅のビッグカメラ入ってるマンション、ビッグカメラってマンションあるの上に。うん、どっかに住んでたとジムかな。そっか、すごい世界だね。すごいね。上だと言えてる気がする。確かになんかあれだよね、エレベーター待つの時間かかるよね。近くてまっすぐ伸びてるマンション。うん、じゃあ今度探してみます。わかんないんよ、もうか。でも夜景綺麗だろうね多分。噂じゃももちゃんが今広島に住んでるのがタワマンだと。違うよ。違うよ。あ、花火綺麗だろうね。それは綺麗だろうね。だってもうめっちゃ見えるやん。遠くても見えるんじゃない。タワマン自分で建てるもんかが。頑張るわ。じゃん、夜景が綺麗だよね。遠くの花火大会も
見れるよ。星とかも綺麗。なんか立てていただけるなら実質がだいな書き本当ですか。あ、実は毎日35回からしてた。まあどうでしょうね。嘘ですよ。2回ですね私。若さん2階に住んでる。あ、もーちゃんのセレブ、え、なんかセレブに見えますか。そんなこと言ってる人たちも違うんだろうからね、もーかみたいに見えるとか言ってたら、見えるとか言う人はさ、違う。セレブな人はもうね、見た目なんかもう言わなくても感じるのよ、多分。どうか、めちゃめちゃ満足してるからな、ちっちゃい頃から自分の暮らしに。今日のももは見える？本当？リップの色かわいいよね。そうなんですよ。でも最近はそう、もうペット飼えるところに引っ越したいんですよ。もうペット飼いたい。私もね、セレブ感ちょっと漂わせたいんだけど、多分違う。猫ちゃん、猫飼いたい。ヤンちゃんも飼いたいの？ヤンちゃん何猫が好きなんだろう。そのなんかミヌエットとかマンチカンとか。スコティッシュとかいるな。ムムシバ、あ、シバ犬か。私のはワンちゃんだったら、ポメ、ポメと。でもコーギー可愛いんですよ。表現力が高くて可愛い。アメリカンショートやね、可愛い。ポメ好きですね。コーギーかわいいよね。ティーカップ？プードルかわいいよね。ちっちゃいプードルね。チワワもね、元気でかわいいよ。なんでもね、それぞれにかわいい良さがあるのよ。わかる？もうなんかあの、ポメとかさ、なんか、チワワとかはなんかキュルンとした感じのかわいさで。シーズンも好きそうなの、私。私ね、リンコちゃんちのシーズのもちこちゃんの大ファンで、あの写真送ってもらってたので、リンコちゃんに。だからシーズも好き。でも基本なんか好きなんだよな。なんかそれぞれのね良さがあるから可愛いのよ。可愛いのよ。ドサケンかっこいいよね。ダックスもか、ミニチュアダックスなの。おてても好きです。あ、もう全部可愛いね。もう最近全部可愛いと思って。ゴールデンレトリバーはめっちゃ頭いいイメージあって可愛いよね。可愛い。猫カフェ行きたいです。広島におすすめの猫カフェとか知ってる？みんな行かないかな、猫カフェ。どうなんだろう。でもめっちゃ抜け毛が、あ、そうなんだ。久しぶりにサラちゃんちの
サブちゃんにも会いたいんですけど。ドーベルマン？ドーベルマンは帰るの？そう、今日ね、車でお家に帰ってる時に猫ちゃんがいるってママが言って、で、なんか言ってて、それで車止めて家に着いた時に後で歩いて見に行ったんですよね。そしたら猫いなかった。もういなくなってた。見に行ったのに。さあ、や、昔ドーベルマン本当？すごいね。なんか、かわいいよね。ねえ、引っ張られそうだよね、逆にやんちゃん。なんか散歩の時とかさ、めっちゃ道路走ってやんちゃんめっちゃ頑張って走ってそうな私も光景が頭に。そう、にゃんすけさんと、そう、じじくん、じじちゃん、めっちゃ可愛い。メンバーのとか先輩が飼ってる動物ちゃんとか見てるよく。ドーベルマン頭に、あ、そうなんだ。本通りの商店街の猫カフェ、え、どこやろうか。でもなんか見たことあるかも。早頃出たいですね。うま？うま？ジジちゃん、話し会場に時々連れてきてくれ。そう、あのね、ジジちゃん前一緒に見せてもらったことある。うさぎちゃんね、飼えないんですよ、体質っていうかアレルギーで。小動物が飼えないの。ももちゃんが言ってたカフェに入ってるゲートパーク、そう、あそこね、できたらしいよね。猫ちゃんらしい。サンモールの隣か。チョウさんじゃん。インコも可愛いよね。まあね、正直に言うと猫とかもね、あのね、いっぱいいるとこはあんま行かない方がいい体質的に。でも私は意地でも飼いたいんです。それが目標。やぼ。アルパークの動物カフェ、え、そんなんあるん。ママさん、一緒に寝たりはできんかもね。だから私の願望は将来家族みんなで過ごして、で猫飼って、一緒に寝るのはパパで、昼遊ぶのは私っていうそれを私は夢見ているのだ。
パパッシュ呼んでるけど、でもパパッシュめっちゃ動物に好かれるんですよ。もう本当にうまくて、うまいっていうか、なんかもう本当に好かれるんですよ。だから猫ちゃん飼ってもパパにぞっこんして、私には来てくれないかもしれない何か、そう、まあ、まずはお姉ちゃんが飼ってるラキくんと仲良くなって、仲良くなるところかな、ところから。なんか結構ツンデレっぽいからな、ラキくん。この人遊んでくれそうだ。そうかな。この人おやつくれるみたいな。猫抱いてそう。でもね、最近さ、あれよ。最近ベタベタ猫増えてるよ。昨日ひっくり返ってお腹触れて、お、なんか昨日甘えみたいな、甘えてたみたいな噂を聞いたんですけど。そんなこともなかった？お姉ちゃん猫大きい。でもまだ多分赤ちゃんよ。赤ちゃん成長早いからね。赤ちゃんでも大きいかも。ベタベタね。飼い主にもうずっとひっつく猫ちゃんもいる最近。TikTok とかで。もう撫でてほしいみたいな、ずっと撫でてほしいみたいな猫ちゃんよく見るんです。最近そうね、室内で飼うことが増えたから、そんな猫カフェの猫ちゃんはまだね、結構ツンな子が多いね。成長早かった？動物甘えん坊なくらいかわいい。かわいい。自分も猫ちゃん飼うときは結構、なんだろう、デレデレとかじゃなくてはいいけど、結構来てくれる猫ちゃんいいなって思うけど、でもお姉ちゃんの飼ってる猫ちゃんも大好きやから、なんでもいいのかもしれない。どの子でもかわいい。なんか姉ちゃんが飼ってる猫ちゃんはなんかもう小学生の男の子みたいな感じの性格。わんぱく、そう、わんぱく。アリちゃん似てるか、あ、似てるかもしれないよ。ペット似るって言うっけ。ファンは推しに似るとは言うけど、ペットはどうなんだろう。つけたい名前あるよ。
猫ちゃん飼ったら猫ちゃん飼ったらちまってつけんの、まだわかんないけど、飼い主がペットにいることある、ほんとちまです。だから大人になったら大きくなっちゃうけどね。ちまって、そうだよ、オスメス関係なくだよ。でも分かんないよ、その時の気分が変わったら多分変えてる、その子のただちまそういう変なくするのが好きなんよ多分。だから分かんない、ほんとその時のと変えるかもしれない。そう、保護猫ちゃんとかもね、可愛いなって思ってよく見てるよ。こんばんは、お疲れ様です。おっちゅー。ケイスティンさん、だるま、ありがとう。リサマさん、ラリキス、ありがとう。ケンさん、クマちゃん、ありがとう、クマ。トシさん、何かわからなくなる。唇じゃなくて、なんて言ってたっけ。なんて言って、ありがとう。キスマークって言っとったか。わからんなる。引っ越し先っていうのが、そう、結構難しい目標よね。口紅じゃない。キスマークだった。てか間違ってはない。前髪開けるとお姉ちゃんに、本当？ギフト名的にはキスの、キスありがとうって恥ずかしくない？あ、チューでもいい。チュー、かわいくてごめん。いいな、一緒にさ、ちチャーミングトリップのみんなが歌ってたの羨ましかった。もうかもやりたい。チュー、かわいくてごめん。うまれじゃあてごめん、じゃあざとくてごめん、気になっちゃうよねごめん。混ざっちゃえば、混ざっちゃうか。私が私のことを愛して、何が悪いの、しみとでしょうか、愛だとか変わってるとか届きませんね。そのリプライ、大好きなお洋服、大好きなお化粧で、決まりのハーフツイン巻いてお出かけしよう。バンされちゃう。この高根のなでしこさんのこの可愛くてごめんの歌はカラオケとかでも歌ったことあるけど、
チューンはね結構高めに歌うのがポイントですしっかり歌った、しっかり歌った、結構歌詞覚えてたんですよ、羨ましくて私も踊りたかったなって。可愛くてごめん、ありがとうだよそんな TikTok 撮ってないのよ。そうなの、最近撮ってないの、おもちゃん TikTok。 でもこの歌、このやつ前撮っとったよね。最近は撮れてないかな。チェタさん、ハタありがとう。ピアノピーさん、星ありがとう。ケスティンさん、チューありがとう。ドラゴンさん、チューありがとう。トシさん、チューありがとう。うわぁ、恥ずかしい。タさん、チューありがとう。えく、恥ずかしい。今日限定のやつなのかな。こんばんは、こんばんは。あさっては、あ、そうなんだ。カルロスさん、星ありがとう。ピアノピーさん、チューありがとう。ユウさん、星ありがとう。リクンさん、チューありがとう。ダーさん、口紅ありがとう。あ、23日がキスの日。そうなんだ。ものすごく気合いが、そう、話そうね。本物ちゃせくらへんしたこっちがキスか、確かにチューありがとうって言ったらなんかそう、私それはそうなる。そうなの、大阪ね、ありがたいことにみんなが本当にありがたいことに完売をとしてくれてるので、よかったらよかったらというか、物収穫お願いします。待ってます、浴衣で待ってます。ゆうさん、チューありがとう。ピアノピーさん、チューありがとう。カルロスさん、星ありがとう。そう、週末もお誕生日じゃないお話し会があって、来月も6月11でしたっけ、だから結構近めにあって、リアルもあるから話せる機会はねあるね。監視枠があると100倍よかったです。ちょっとこれか、そう、これこれでしたケイさん、チューありがとう。いっぱいある、そう、定期的に話せるからグー。楽しみにしてます。55分ぐらいに読もうかな。
桃が好き、桃が好き。はいはい。そう、ボーリングもある。あや服はね、ぴったり。かわいい。あ、でこ広くてかい。でこね、どうなんだろう、普通ぐらいなの。なんか狭すぎず、どうなんだろう。ボーリング行く人楽しんでください。優しいね優しいね。なんかみんなでもできたらいいのにね、いろいろ。優勝してきてね。あ、勝負なの。あもちゃんの応援部隊、応援部隊で来てほしいわ、みんなに。ダマメ食べるよ。ピン役でいいのできたい。ピン役でいいの。ピン。同じ日に横浜でボーリング。もう実質一緒にボーリングよ。あ、勝負なの？シュート役。ボーリング場上がります。京都で待ってます。頑張りって行きますね、京都に。楽しみ。レッスンしたからね。ちょっと待ってます。はーい。クルージングも楽しかったね。みるみるくん、ありがとう。ストライクとか、取れない気がするもん。下手くそやけん。マリカー大会もいいよね。いろいろやりたいことがあるのよ、ほんと。叶えていきましょうね、これから。釣りイベントも。恋してカープさん、チューありがとう。マピアノピーさん、チューありがとう。マボラシさん、ダルマありがとう。猫カフェもね、行きたいね。11日疲れ顔だったから大丈夫よ。ケイスティさん、チューありがとう。ツーショットと七物さん、確かにツーショットもやりたいな。チャーハンも料理の腕も磨いときますね、その時が来る時のために。それでは読みましょう。13位のタライモさん、ありがとう。12位のケイシティさん、ありがとう。おてこだしもちゃん、大人っぽい好き、ありがとう。11位のフミヤとマークフフさん、ありがとう。10位のゼータンさん、ありがとう。おてこだしもも、おてこだし大人もかわいい、ありがとう。9位の電波監督さん、ありがとう。
ハチのドラゴンさんありがとう。てこだしもちゃん可愛い、また惚れ直してよ、ありがとう。ないの、ももかしかせない、やばい、常にももかが一番だ。お、今日言ってくれてるじゃん。ありがとう。6位のマピアのオッピーさんありがとう。前髪分け分けたこももちゃんめっちゃ最高、ありがとう。5位のマッツさんありがとう。4位のケンさんありがとう。3位のラブレターの日、リッセンのことが一番す、す、恥ずかしくて言えん。言えるやろ、待ってるよ。また2位のリチャードさんありがとう。大物だから抜け出せない、ありがとう。1位の福ちゃんありがとう。デコ出しもーちゃんめっちゃ可愛いです。好きやもんね、よかったです、喜んでもらえて最高でした。そう、久しぶりだったのね、私が。そう、おでこ出しは久しぶりだったので、ギリギリ間に合った、ありがとう、来てくれてごめんね。どうしたん、チュー、ありがとう。配信ありがとう、ありがとう、こちらこそ。めっちゃ似合う、嬉しい。両方前髪ありも分けるのも好評で嬉しいです。カメラ目線。今日もありがとう、ありがとう、来てくれて、いろんなものをこれから見せますね。親子も、親子もアレンジ楽しみにしてます。はい、ラブレター返信待ってます。メール返信でいっぱい、皆さんからのラブレター待ってます。おやすみなさいませ、バイバイ。配信ありがとう、ありがとう、来てくれて、バイバイ。見るよ、ちゃんと。またね、チュー。ありがとう、バイバイ、またね。